こんにちは。私が磯田康雄です。69歳でね、大学4年生になります。3年前にね、今から3年前に近所の外国語大学へ行って英語の勉強を始めまして、1年目で準1級合格して、それから3年目、今年の2月ですよね、一応英検1級の、筆記試験合格しました。面接はちょっとまだなんですけどね、その話をまたします。でこのビデオは何のためにやってるかって言いますと、英語の勉強を始める方多いんですけどもね、なかなかこう続けていって上級者になるっていう方は非常に少ないですね。途中でやめられる方が多いので、大いに励まして、こんな男でもやれたんだから、皆さんも必ずできますから一緒にやっていきましょうっていう、そういう趣旨でやってます。ですからちょっと楽しんで見てもらって、勉強の参考にしていただいたらとても嬉しいですね。で、そういう声なんか聞こえたら、やっぱ作った意味もあるなっていうことで、これ4月の初めから作ってます、このビデオは。で、いつもね、大体これビデオは2本立てでやってます。で、英語の話が前半で、後半は大体現代の問題を取り上げて、それをどう解釈するかという話と絡めてやってます。と言いますもね、英検1級の試験と言いますのはね、単に英語ができるだけというのではね、なかなか受かりにくいっていうか、合格点に近づきにくいんですよ。というのは、一般教養と言いますか、現代の問題、あるいは科学、経済、そういったことに通じていないと、英語力だけではちょっと対応できない部分があるんですよね。例えばね、今年の試験、私が合格した試験2月にあったんですけども、その時私の家にアメリカ人の女の子おりまして、と言いますのは、私ここ大阪なんですけどね、ホームステイやってるんですよ。だから今までに多くの外国人の留学生の方を世話して、うちで我が家で世話して、家族同様にしてたんです。でその時はアメリカ人の女の子がいてて、で私試験から帰ってきまして、試験ペーパー持って帰れますのでね、でこんな試験やったんだって言って見せて、さあちょこちょこっとやって、ここわからないって聞いてくるんですよ。お前アメリカ人だろって言いたいんだけど、アメリカ人ってわからないとこがあるんですよ。それちょっと内容的にね、難しくて。ですから、私幸いそれ分かったんでよかったんですけども、そういうことでね、もちろんね、そうトータルでは当然合格点取れますよ、アメリカ人なんか。それは当たり前の話なんだけども、やっぱり部分的にどうしてもね、分からない部分っていうのはあるわけなんですよ。でそういうの、例えばね、自分の得意とする分野の問題なんか出たらね、割と楽ですよね、当たり前の話なんですけど。で、そういうことから社会問題も後半で取り上げてやっていくという、そういうパターンでやってるんです。で、ですから、できましたら最後までゆっくり見てください。で、まず最初のやつですよね。基本的な勉強方法っていうのは特にそんな違いがあるわけではなくて、もし単語でやられるんでしたら、これが定番になってますよね。はい。で、それから、過去問ですね。これも定番中の定番ですよね。どなたさんでもお持ちになってると思います。これは19年度版ですけどね、それより前、これは一応ね、6回分、2年間の分が入ってるんですよ。で、もし2019年版買って、その前の18年度版買っちゃうと、3回分ダブりますのでね、こういうふうに古いちょっと16年と古いんですけども、こういう16年とか古いのを買ったらダブらないですよね。これは19年って書いてあるけど、19年と18年を入ってますから、それ以外のものを買えばいいわけです。で別にね、古くったって一緒なんですよ。同じようなもんが出るだけのことですから、別に古いのは全く問題ないですからね。現にこういうのを解釈だけを専門に別売りしてますけど、それなんか10年とか20年前の問題に載ってますけども、全く問題なく、損傷なく、現代の問題取り上げてますからね、それでいけます。で、単語力につきましてはね、大体1万2000語から1万3000語ぐらいあって
ただ合格できますね。で、それ自分の、単語力どれぐらいかなって知りたい場合はね、ネット上にいくらでも単語の検定サイトがあるんですよ。あなたの単語力どれぐらいっていうのを。で、私も試験受ける前にそれを1回やってみました。そしたらその時点で、まあ、推計ですけども、1万3700個って出てたんですよ。で、大体この、もう皆さんご存知と思うんですけど、25問出るんですけども、それで私で21問正解してました。ただ知ってた単語はそれ以外に2つあったんですよ。ですから完全にきれいにいけたら23問正解だったんですけどね。ちょっとやっぱり試験中はこう、頭ちょっと血の出て、後で考えたし、何やこれ知ってた単語やないかってことになるんですけども、試験中はどうしてもね、実力100%出ないっていうことで、そういうふうになってましたですね。で、ちなみに家でこれをやったら、12回分やったら1回だけは満点取ることができました。だってそれで1万3000から4000ぐらいのレベルで、そんなぐらいで十分合格ライン出せるっていうのが単語力ですね。で、あと読みの方はね、私はこれ以外にもっぱら新聞毎日読んでます。私ほら外国大学行ってるから、外国大学の新聞がいろんな国のね、英語だけやらしい、もう中国やら、朝鮮語やら、なんかよくわかんない言葉のがだーっと並んでるんですよ。まあ、英語でニューヨークタイムズとかね、そんなもん読んでました。それから私、百科事典読むのも好きですから、百科事典もたくさん読んでました。そういうようなことをして、単語力をずっと増やし、かつ読解力を上げていったんですね。で、もちろん、文法はやっとけなダメですよね。文法知らなかったらちょっとね、厳しいですよね。まあ、でもそんな難しいところまで知らなくてもいいんですけど、基本的には文法構造は知っておく必要がありますよね。もちろん文法問題なんて出ません。このレベルになってきたら、もうそういうことはすでに知ってるという前提で作られてますのでね、文法問題なんかは聞いては来ないです。それは もう当たり前、知ってて当たり前という、そういうテストですから。まあ、そんな風にして、一応一次試験は、なんと5回目に、5回も 通りましたね。それで、約ね、準1級通ってから2年間かかってます。で、これね、平均的なんですよ。って言いますのはね、このね、上田一蔵さん、いっちゃんって呼んでるんですけど、このいっちゃんはこの専門にこういうことをビジネスとしてやってて、1級ばっかり受ける人のスクールを経営してられてる方なんですよね。ですから今までに何千人という1級合格者をこのスクールから出してきたという、そういう教育上の実績のある方なんですけど、その方でも言ってましたですけどね、最近はね、だんだん合格者が減ってきてるんですよ。で、合格までのかかる数、ちょっと時間言いますと3500時間です。ですから、いちいち10時間勉強していただいたら1年で準1級から1級いけますね。私で2年ということは大体5時間ずつぐらいやってたってことなんでしょうね。まあ、よくわかんないけど、多分そうだと思います。で、合格者の数は、ね、減ってます。英検発表によりますとね、以前は2000人から3000人ぐらい1年間で合格してたんですけどね、今はね、まあ、よくわからないけど、私が行ってる経験、5回も受けた経験から言ったらね、もう本当、大阪で受けてもね、大阪4会場やってるんですけど、1会場でね、2クラスでやるんですけど、1クラスで17名、で、そのうち何でか調べて欠席が多いんだよね、なんで休むか知んないけどね、で、休む人いて15、6人から、だから30人ぐらいしか受けないんですよ。それで10%ですからね、合格率3人しか合格しない、1会場ね、だから3やったら12人かな。ぐらいしか合格しないですね。で、このいっちゃんの話によると、もう最近はね、偏ってて、合格者が偏ってて、東京と大阪が、まあ、圧倒的に合格者が出て、地方都市ではもう非常に減ってるという話なんですね。まあ、なんでなんでしょうかね。まあ、やっぱり人口が減ってきてるっていうことも一番大きな要因にあるのかもしれませんね。まあ、そんなことなんですよ。で、そういうふうにして減ってきてますけども、それでね、まあ、一応一次試験通って二次試験私行ったんですけども、で、その時ね、一番気になってたのはね、まあ、大体もう日数も少なあ一次試験から二次試験まで日数少なかった。でも一次試験久しぶりに通ったから万歳って やっぱちょっと遊んじゃったんですよ。それで、あんまりやらなかったよ。まあ、ちょっとごたごた起こりまして、面接試験の最中に。まあ、
面接試験だったらね、1級の場合は、ちなみに1級の面接試験っていうのは全国で11箇所しかやってないです。で大阪ではやってます。だからこの近辺ではやってるのかな、他府県で。まあ受験者が少ないから、ね、合格者が少ないからそれぐらいの数でしか会場ないんですけどね。ほんで私の大阪の会場で35人来てましたよね、一次試験合格された方が。まあどういうのだ、大体ねほとんど若い方です。20代から、まあ、30ぐらい前の感じね。でこの試験だけはね学生よりも社会人の方が多くなる試験なので、社会人の方が多いです。で主婦とおぼしき方も数名おられます。でこういう方はね、まあ、この前も言いましたが根性主婦っていうやつで、根性主婦っていうのは、まあ、割とよくあるタイプは高学歴の方で、まあ、結構いいキャリアもお持ちの方なんだけども、まあ、家庭入って、いわゆる子育てやってる、でなんとなくそういう生活に不満持ってて、なんかもやもやとしたものがあって、今までねこうエリート路線来たら全然下から評価されないし給料にもなんないしっていう、そこでもやもや解消にこういうこと、例えば1級を目指して勉強されるっていう、そういう方がおられるんですね。で、まあ、まあ、そういう方がその女性かどうかは知んないけども、やっぱりそういう主婦っぽい方が数名おられました。で全体ね雰囲気いいですよ。やっぱり一次試験通ってきてる方って、ね、二次試験をやる方って、まあ、はっきり言って私毎日行ってる大学ってね、まあのようなところだから、ちょっと言いにくいんだけどね、のようなところだから、そういうところの大学の学生と一級の一次試験合格されてきてる方とはもう雰囲気がね全然違うんですよね。やっぱりこうオーラが違うというか、凛々しさが漂ってますよね。数えた35人だったけどね、なんかちょっと切れるなって感じの人が多く、私は別だけどね、私は別、私はもういつでも最高齢なんですよ。毎回5回受けましたけど、いつ言っても最高齢者ですよ。で当然二次試験も最高齢者ですけどね、私みたいな誰もいない、30代ぐらいが最高齢、これを除けばね最高齢ですよ。そういう状態だから、でね一個びっくりしたのは、女子高生が言ってましたね、難しい試験を一次試験を突破してくる女子高生いてるんですね。すごいなと思いました。で面接試験行きましたらね、まあご存知と思いますけど、日本人の先生と外国人の先生、まあ英語を母国語とされる、方ですよね、多分アメリカ人のおっちゃんやもんだけど、40代ぐらいのおっちゃんがおりましたよね。でまあちょっとこう話するわけですよ。ほんで、まあ、私、この年で大学行ってて英語勉強してますね。から、じゃあそれでどうするつもり卒業してって聞いてくるわけよ。会話、英語ですけどね。まあ、ぼっちゃまくさいから日本でやってんだけど、今はここではね、ここでは日本でやります。あとそれでどうするんだって言ったらね、いや、私、YouTuber になりたいんですって言ったんですよ。そしたらね、そのアメリカ人のもう40代の先生がね、ゲーハーハーハーって笑い出してね、こんなんなって、それでもちょっと話が来ないなっちゃって、それでもう私もなんかこう、まあなんかこう、苛立ったというか、ちょっと頭が来ちゃったというか、それで、ちょっと英語全然喋れなくなっちゃってね、ほんで日本語になっちゃったから、それで、まあスピーチは良かったんやけど、後のイントラクティブでアウトバツってなって、ほんで、面接追ってるんですけどね、まあ6月また行きます。一次試験受かったらね、1年間、あと3回、免除し、筆記試験免除で受けれるという、まあそういうことになってますのでね、まあ多くの方は大体合格されてます。大体二次試験の合格率って6割ちょっと超えてますからね、まあ私みたいにとんちんかなことやっちゃったやつが落ちるという、そういうパターンですよね。でまあちょっと心配してるのは今コロナ騒動でごちゃごちゃなってますから、一応果たして本当に6月試験あるのかなという、それ、一応今のところはやる予定らしいですけどね、ちょっと先どうなるか分かんないという、まあそんなことが今の私の状況と勉強方法で、まあちょっとでも参考になったらね、まあこんなとんちんかんおじいさんでもいけるから、若い人頑張ったらいけますからね、大いに頑張ってください。でちょっとね
今日はね、特別なニュースが入ってた、ご存知ですか？特別なニュース、びっくりするですよ。なんとね、原油の価格がマイナス37ドル。わかります？マイナス37ドルという意味が、もちろんそんなことは歴史上かって一度もなかった異常事態なんですけどね。この本買いに行ったらお金渡すからこう持って行ってって言われる、これがマイナスという意味ですよ。石油買いに行ったら、石油って原油なんだけどね、原油買いに行ったらお金あげるから持って帰ってという、こういうむちゃくちゃな事態に突入してるんですよ。でこのね、原油の価格の暴落というのはね、去年から始まってたんです。でそれまでね、50ドル60ドルを維持しておったんですけどね、基本的に需要が減っていったということですね。去年あたりから、つまり、全体として世界の景気がゆっくりしてくるので、石油に対する需要が減る、航空機が飛ぶ本数も減る、船も動きも悪い、トラックも走りにくい、自動車も走りにくい、走る数が減るとなってきたら需要がずっと落ちてきて、それで原油ってのはね、基本的にね、極端な言い方するとね、穴掘ってたらなんぼでも出てきよるんですよ。もっと出そうみたいな、バブル級有名だ、ビコ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 、これはちょっと面白く言うてるんだけどね、なんぼでも出てくるという、だから絶えず生産過剰になりやすい資源なんですよ、本当に。でそれで、それを阻止するためにOPEPという組織があって、中東サウジアラビアを中心としたグループがあって、生産調整を行いたいって言うわけですよね。で世界にはOPEPに入ってない原油産出国もあります。代表はロシアですけどね。でそのロシアなんかもOPEPプラスアルファで集まって減産合意っていうのをやってたんですけど、ロシアとサウジアラビアが喧嘩になったんですね。でロシアの方は最大の産業っていうのは天然ガスと石油、原油ですよ。でこれをヨーロッパや中国に売って彼らは飯食っとるわけで、もうそれが全てとも言っていいような国なんです、ロシアってね。でそうだから、そんなもん減産なんかできへんでと、お前やりたいなんて減産やりやと、これで聞いて、サウジアラビアの王子って、問題の人でしょ。この前トルコで暗殺を指揮した、いや一応それは容疑があるということですけどね、それはもう間違いない、国際社会ではもうあれあいつやったら間違いないっていうのは分かってる、ちょっと気が地味た男ですよね、王子さん。ちょっと私今名前忘れましたけど、あれが頭に来てしまって、おらお前そんなこと言うんやったら痛い目合わせたるぞと、こういうことでサウジアラビアはあろうことか増産に走ったんですね。いえいえ余った天然から抑えなあかんやろ、お前親分やリーダーやねんから、というそのリーダーが頭血のぼったらロシア痛みに合わせたらとっていうのはね、サウジアラビアの原油の産出コストってどれぐらいかっていうのはいろいろ言われてるんですけどね、非常に良い、もうバッカバカ出るとこではね、1バーレル2ドルぐらいなんですよ、コストが。最も平均するともうちょっと高くなるんで、そんな安いことはないんだけど、多分10ドルちょいぐらいだろうと思います。総トータルではね、いろんな油田持っとるから、お前俺のとこはなんぼでも耐えれねえんだ、やってみせ、お前俺の言うこと平気へんやったら痛い目見せたるからな言うて、ほんで大増産に走ったんです、サウジアラビアが。でさらに増産するだけじゃなしに、彼ら備蓄も持っておりますよね。その備蓄をドーンと1倍放出したわけです。そんなことただでさえ余ってるとこにですよ、ナンバーワンの産油国が増産して、しかも何ですかいな、備蓄分まで放出してくるんやからね、そんなことしたら価格ドーン下がりますよね。でもそれがというわけで原油の価格がドーンと下がって、20ドルを割った時にはね、さすがの私もこれは買いだろう、いくらなんでもこんなめちゃくちゃ、ここでだってこの文明って石油で成り立ってるんですよ。その石油がもしなくなったらもう世界終わりっていうぐらいの最も重要な基本物質が石油ですよね。その石油が20ドルを割ったらこれはさすがに買いだろうと思ってたら、あっという間に昨夜
マイナスまで落ち込むという異常事態に突入したんですよ。でまあマイナスなんてもう市場始まって以来何のこっちゃっていうようなところ、まあ、これね先物であるためにこういうことが、だって商品市況っていうのは基本的に全部先物で取引されて価格が決まるんですね。まあ、先物は何かっていうと、まあちょっと説明、説明またそのうちやりますわ説明、現物じゃないんで先物でやるんで、先物っていうのは日にちを決めておいてね、何月何日に取引し、その子で決済しますという決済日を決めておいて、その決済日に向かって商品を売り手と買い手で決めていくわけですね。最終的に決済日で決済されるという形になるんですよ。だから強制的に決済されてしまいますので、その前に売り逃げたい人はもう売れるし、売るしかない。でその場合買い手がいなかったら極端な場合はこういうようなマイナスという異常事態にも突入していくわけなんですね。まあそういうことでもう大変な事態になってます。まあもちろんニューヨークの株価もそれでドンと下がってます。で今後どうなるかっていうことですけどね、まあアメリカでシェールオイルっていうのがあるんですけどね、まあそのシェールオイルの説明までするとまた長くなるんだけど、もうシェールオイルって小さな業者がね、かなりやばい連中がやってるところなんだけど、もう300社以上倒産してます。でこれからも倒産バコバコ出てきます。で問題はね、まあ、そういうとこもあるんだけど、一番親分のサウジアラビアなんですよ、最大の問題は。でそのサウジアラビアはね、あれ自分ところ国営 の石油会社持ってますよ、あれをね上場してるんですよ。でこの上場して、あれ世界一、確か時価産業なんでアップルさえ追い抜いておるという世界一の企業になってるんですよね。でそこがもうすでにその株価が公募価格を割っておるんですよね。でしかも彼らはと実は日本の企業 のソフトバンクとも結びついておって、ソフトバンクにかなりの出資をして新しいファンドをやってるんですよね。でですからこれ相当厄介なことになってきてるんですよ。でしかもサウジアラビア金がなくなってきますからね、アメリカから金を引き戻す、あるいは日本からも金を引き戻すということが起こってますのでね、これからどうなっていくか相当危険度が高くなってます。だから要注意ですね、まあこの話はまた続きいたしますので、あんまり長くなってもいけませんので、今日はここまで。